キャロル・キングの2010年公演、ナチュラル・ウーマンは、1967年にアメリカ人ソウル歌手、アレサ・フランクリンがアトランティック・レコードより発売したシングル。ビルボード・ホット・100では第8位を記録し、R&B チャートでは2位を記録した。翌1968年に発売されたアルバム、アレサ・インパリスには、ライブレコーディング音源も収録されている。作詞、 作曲とも、キャロル・キングとジェリー・ゴヒンによる共同作品で、アトランティック・レコードの共同オーナーであり、プロデューサーのジェリー・ウェクスラーの後押しを受けての完成となった。キャロル・キングは、1971年のアルバム、スズレオリに、本作のセルフカバーを収録した。アメリカで放映された、コメディドラマ、t v キャスター・マーフィー・ブラウンでは、キャンディス・バーゲン演じる。 主人公のマーフィーが自宅で同曲を熱唱するシーンがある。後に、1991年11月11日に放映された同ドラマのエピソードザ・クイーン・イモブ・ソールでは、アレサが本人役で出演し、同曲をピアノで弾き語りした。キャロール・キングの2015年度ケネディ・センター名誉賞受賞式では、アレサ・フランクリンがサプライズで登場し、この曲で、 キャロル・キングの受賞を祝った。ありがとうございます。